フランクエルチャンピオンはアメリカ合衆国のパイロットであるテキサス州シ,シャーマン出身海軍入隊やロンドン留学を通じて飛行技術を学んだ後自らを夢中にさせた極技飛行で慣習を喜ばせる一方当時の米国の最速飛行最長飛行も記録したその後アジアに遠征して極技飛行を行ったが飛行学校設立を予定していた日本での飛行中 風圧による機体損傷のため墜落し、33歳で死去した。フランクエル・チャンピオンは1884年10月24日、テキサス州シャーマンで生まれた。高校を卒業した後、海軍に入隊し、飛行技術を学んだ。退役後は、カリフォルニア州、ロングビーチに移り住み、ロサンゼルスエグザミナーが身のカメラマンを務めていたが、1910年に、 大胆な極技飛行を行い、航空ショーに夢中になった。1911年の初めに、ロンドンへ渡り、ヘンドンのブレリオ飛行学校で学び、後に米国に戻った。1911年8月に、ロサンゼルス、ロングビーチ間を4分32秒で飛行。当時の全米のスピード記録を更新した。 しかし、翌日の洋上飛行では岸から100フィートの地点に落下。海水浴客や救助員が泳いで近寄り、チャンピオンを座席に固定していたストラップを緩め、過労死じて死を免れた。9月には、モアザン単葉機で、リバーサイドからロングビーチまでの64マイルを55分で飛行。これは当時、太平洋沿岸の最長飛行記録であった。同年、 R ドーアティに飛行指導。航空専門誌では、キャンディキットと呼ばれ、ブレリオ機での15分間の飛行で1500ドルを稼いだ。アメリカ航空クラブが交付したチャンピオンのライセンス1911年12月に、カルブレース・ロジャースがロングビーチに着陸した際は、最終レグでドアティーラと護衛飛行を務めた。また、ドアティーらと共に、飛行競技会を認定するアメリカ航空クラブの パイロットライセンスを取得。ロングビーチで初、全国では86人目であった。周囲の協力もあり、チャンピオンとドアティーは、ホテルバージニアの誓いで、飛行機を作り、監修を楽しませた。1912年、アーカンソー州ジョーンズボロで行われた、航空トーナメントで、ブレリオ機に乗る、チャンピオン1912年1月、チャンピオンは、うさぎ狩りの最中に誤って、 自分の足を銃で撃ち、切断も免れないほどの重傷を負う。手術を受けた者の感知はしなかったが、6月にはエキシビションで妙技を披露して、ロングビーチの数千人を感動させた。この年、アーカンソー州ジョーンズボロで行われた航空トーナメントにも参加。当時、こうしたイベントは一般的になっており、多くの観衆が集まった。 1913年にドアティーと共にブレリを、クシー型の飛行機を作り、アイオワ州オータールーの飛行機会社と契約。1914年には航空関連の会社をカンザス州オーバーランドパークに設立し、1916年にこの会社をイリノイ州シカゴに移した。1915年には3名のパイロットでリエージュの戦いを模した極技飛行を披露し、 観客を大いに喜ばせた。その後、キャサリン・スティンソンらと共にアジアで極技飛行を行い、日本では飛行学校設立のために滞在を伸ばすことになった。チャンピオンが初めて日本を訪れたのは1917年5月であった。小木田常三郎の意志を継ぎ、旋風飛行学校設立を目指す実業家、熊木久兵衛の招きで8日、 市飛行場のあった滋賀県神崎郡八日市町を訪れ、歓迎会では将来の日本飛行会のため、この八日市での事業にぜひ貢献したいと述べた。日本ではチャンピオンは足を痛めていたため、はじめスティンソンの機関士として働いた。その後、この地で旋風飛行学校の教官になることとなり、学校設立の資金稼ぎのために各地で飛行会を企画する。まず、 大阪、東京間の無着陸飛行を試みたが、四日市、浜松と富士着。1917年10月30日、ブレオ式単葉機操縦の第一人者として、高知県と佐郡朝倉村の朝倉連兵場で開催された飛行会に登場。鬼頭義之助が会を主催し、熊木はチャンピオンの乗る潜風号の管理に当たった。この日は、快晴で風もなく、 午前中は高度3000フィートで極技飛行を披露。10万人の観衆が歓声を上げた。同日15時7分、再び出発の合図をして飛び立ったが、十数分後、風圧のために左の翼が折れ4000フィートの上空から墜落。チャンピオンは観客の被害を抑えるため人気のない方向へ操縦したとされる。かもだ。 村あ神田の電磁で旋風号のエンジンの下敷きとなり死亡した。11月1日正午から高知県公会堂で盛大な葬儀が行われ、県知事の柿沼武雄らが参列。葬列は数万人に見送られた。チャンピオンは生前、墜落事故を起こした際に、こういう事故は多々あるものなのかと尋ねられると、パイロットの人生に事故は一度きりだと答えたという。 高知市の英福寺には、最後の非公開を取材した、鬼頭義之助がこの寺の信徒であったことから、チャンピオンの遺廃が安置されている。高知市柳原には後に、フランク・チアムピオンの日が混流された。関勤とむは1996年12月8日に、高知県薬器群芸生村で発見した、小惑星に、チャムピオンと名付け、フランク・チャムピオンは、永遠に宇宙を飛び続けると述べている。 ありがとうございます。